午前8時15分、広島に原爆が投下された。毎年行ってるからみんなは知ってると思うが、これからみんなには黙祷をしてもらう。おい堀内、黙祷は何でやるか知ってるか？生きるっていうのは生きていく世界、生きるってことは生きれます。あなたはどう生きるのか、なんで生きるか。僕にとって生きるとは3月11日そういう気がしなかったから、今日生きてるなってそんな気しなかったから、なんか震災がそういうふうに思うようになってきた。幸せと感じる瞬間。スマホで楽しいこと。